窓ソフト、わがままハイスペック。はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで、今回やっていくのは次のルートに入るとかではなくて、ちょっと一個おまけパートというわけで、アーシェルートのおまけをちょっとここで見ようかなと思います。まあちょっとね、投稿の順番がどうなってるかわからないんで、ちょっとねちょっとどうなのかなわかんないんだけど、俺もまだ決めてはないですが、まあ、もしかしたら、アーシェルートの、最終回の後に上げてるかもしれないし、全体のわがままハイスペック全てが終わった後に上げているかもしれませんが、まあ現時点ではちょうどアーシェルートが終わったところの、撮影のタイミングでございますだからまだ次のパートには次のヒロインが誰かとかっていうのもまだ今この現時点では分かっていない状況でございます、皆さん予想はどうでしょうかはい、まあね、全部見た後だった場合は、まあこういう感じでしたねっていう感じできっと喋った後だと思いますが、まあね、せっかくなのでおまけパートも見ようかなと思っております。まあね、ちょっとだけ喋、なんて言うんだろう、普段パート、見せられそうなパートはあったはずなので、そこだけちょっと確認してやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていくんですが、ちょっとじゃあいろいろ触りますね。さあやっていきましょう。季節は夏でございます。さあ一体いつの夏なのかといったところでございますけどね。抜けるような青空の下、恋人たちの笑顔が弾ける季節、海辺に入る彼女の水着姿というのが大多数が期待する夏のストーリーだと思うんだ。何よ大多数の期待って。開いたノートにシャーペンの先をトントンとやるアシェ。まだというか、学園の服を制服を着ているということは、まあ2年生の夏の話あたりなのかな、このおまけは。なぜかは知らんが完全に苛立っていた。なんでだ、わかるだろう、俺たちが恋人同士として迎える初めての夏だぞ。ああ、その辺の話か。アバンチュールだろ。アバンチュールの使い方間違ってる。どこの誰と一夏限りの危険な情事を楽しみたいのよ。まったく、後期は原告以外からっきしなんだから。話は終わりとばかりにアーシェは参考書をめくり始める。こんなにいい天気なんだぞ、まさかこのまま一日を終える気か。もう夏休みも残り少ないのに。夏休みの残り日数とあなたが今日までに終わらせた夏休みの宿題は釣り合ってるの？そういうことを言うか普通。何心外そうにしてるのよ。そんなことだと締め切りとかいろいろ重なって夏休みの終わりに泣くことになるのよ。逆に考えるんだ、夏休みの終わりに泣けば今は遊べる。バカ。取り付く島なしってやつか。俺の恋人は固くなだぜ。私も自分の勉強してるから、今日のうちになるべく宿題進めちゃいなさいよ。心置きなくデートしたいんだから。なんか言ったか。つべこべ言わずに頭と手を動かす。お茶入れてきてあげるから、サボらずにちゃんと進めておくのよ。アーシェって将来教育ママになりそうだな。怒られるのは怖いのでしぶしぶ英語の課題に取り組むことにする。早速わからん、辞書辞書っと。勝手知ったる恋人の部屋だ。机の脇にある本棚から和英辞典を抜いてと。そのまま背を向けようとした俺は違和感に改めて本棚に向き直る。おっぱい。和英辞典があったスペースから覗いているのは紛れもなくエロ下着で強調されたおっぱいだったあ？下着のカタログとか。首をひねりながら両隣の辞書を抜くと、本棚の奥に T の形になるように隠してあったエロ本が白日の元にさらされる。
思春期男子みたいな隠し方だな。知人のエロ本を見つけた時は？そうだね、折り目のチェックは基本だよね。ダメですよ。アーシェが関心のあるプレイでもチェックできるかもしれない。そんな下心もあっていそいそとページをめくる。なんかすげえ付箋が貼ってあるんだけど、できそうとか上級者向けすぎとかコメントまでつけてあるし、露出プレイは嫌いか、気をつけないと。ん？花丸ついてるな、いいかも。どれどれ。あなた何してるのよ。紅茶大丈夫か。それどころじゃないわよ。全く平気には見えないんだが、取り落としたカップをまたいで、足が俺に迫ってくる。人の部屋を家探しなんて、乙女の秘密を暴くなんて。英和辞典を借りようとしたらおっぱいがあったんだ。何真面目に勉強してるのよ。え？よりによってあなたに秘密を暴かれるなんて、もう生きていけない。俺だったら比較的安全だと思うんだよな。変な子だって思ったでしょう。いや、全く。勉強熱心な姿勢に感心してたくらいだ。勉強とか、それは少しはあるけど、放棄はエッチだから、どんなことを求められてもいざって時に対応できるようにしておかないとって。マジか、かたじけねえ。目を潤ませているアーシェの頭を撫でつつ、エロ本を置いて腰にも腕を回す。アーシェみたいに一途で研究熱心な恋人を持てて、俺は世界一の幸せ者だ。嬉しいよ。そうよ、放棄のためなんだから。くすっと鼻を鳴らすアーシェのお尻にもいい子いい子してあげてっと。なんでお尻触ってるの？せっかくだからアーシェがチェックしたプレイの中からどれか試してみようかなって。なんでそうな。宿題もちゃんとやるからな。アーシェも興味あったんだろ。もうエッチなんだから。結局は拒むことなく俺に寄り添ってきたアーシェのお尻を撫でながら片手でエロ本を開く。どれどれ、さっき見つけた花丸は、あ、ここか。おお。大きい？大丈夫だ、引いてないぞ。では早速これ試してみようか。エロ本を参考書代わりに、俺はアーシェをベッドにうつ伏せにして準備を始める。最初はソフトにした方がいいよな。なので足を M 字に開いて縛るとか手錠をつけるとかはなしにして、目隠しだけに留める。何を言ってるかわからねえと思うが。わがままハイスペック。はい、戻ってまいりました。なるほどね。だからまああれだよな、夏休みの宿題をまあちゃんとやらなきゃっていう、あのあたりのまあ前あのデートまでの間の前日談といいますか、まああの辺の話だったということですね。いやまあ前々から分かってたけどね、なんかまあね、もうみんな分かってるよね、アーシェがまあどういう感じなのかは。ね。いや、まあちょっと微笑ましい感じでございましたわ。はい。ってなわけで、まあとりあえず、こんな感じでおまけパートは一旦終わりにしましょうかな。まあね、他の、トアルート、ミヒロルート、カオルコ先輩ルートも、おまけパートはあるはずですので、まあそちらはそちらで、お楽しみにしてください。ってなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。